井上清次家慶応3年12月25日は、幕末の江戸幕府御家人。内藤大俊愚の三男母は、高橋誠主の娘。河禄元米80国の幕府御家人、井上新江門の養子。同じく旗本の河地俊明は実刑。江戸幕府最後の西国軍隊の久保田鎮下地は重廷。幼名は松吉。通称は新江門。は、 シナの守る天保13年に、自社奉行銀美役、校下4年に、環状組頭格を歴任する。安政2年、老中、安倍正宏の信任を得て、下田奉行に就任。過六二百票高に、価格上昇。翌年に、アメリカ総領事、ハリスが下田に来航すると応接を担当し、ハリスの将軍、徳川家貞への越見や日米、 修行通商条約討議に奔走する。安政五年に岩瀬田田成と共に全権として日米修行通商条約に調印し、まもなく外国奉行を兼任して、ロシア、フランス、イギリスとも通商条約を締結した。安政六年、将軍軽視問題で一橋派に属していたため、南紀派の大老、井伊直助によって一時小不信奉行に左遷されるもまもなく軍艦奉行となり、 海軍拡張に尽力した。文久2年、南町奉行に就任するが、翌文久3年に、水野忠則と共に、小笠原尾さの立平状況に従ったために、免職となる。源氏元年に3度目の外国奉行となり、環状奉行くじ方に転任。慶応2年に関東軍大となり、同年に北町奉行に転任して混乱する江戸の収集に努めるなどした。 翌慶応3年12月25日、現職のまま死去。去年60。母書は東京都新宿区の胸ア寺。ありがとうございます。